今回ご紹介するのは水切りなしオートミール入りの豆乳ヨーグルトを使ったヨーグルトバークです。材料は豆乳ヨーグルト1パック 400g、 オートミール 50g、 メープルシロップや蜂蜜などの甘味料大さじ3、お好みのフルーツを好きなだけご用意ください。使うものはバットとクッキングシートです。では作っていきます。水切りヨーグルトを使うレシピが多いですが、今回はオートミールを入れるので水切りなしでそのまま使います。洗い物を減らしたいので、ヨーグルトのパックに直接オートミールを入れていきます。こぼれないようにゆっくり混ぜてください。ある程度混ざったらメープルシロップを入れていきます。蜂蜜やアガベシロップなどお好みの甘味料を使ってください。ここで味見をして甘みをチェック。お好みの甘さに調節してください。よく混ざったらクッキングシートを敷いたパッドにヨーグルトを流していきます。100均で売っているような小さなバット 3、4 枚は作れます。好みのフルーツをトッピングしていきます。バナナやドライフルーツ、ナッツなどもおすすめです。フルーツをのせたらラップをして冷凍庫で4時間から6時間ぐらい冷やします。できました。あとは食べやすい大きさにカットして出来上がりです。少し溶けてきたくらいが食べ頃です。最後までご視聴ありがとうございました。この動画は食べトレシニアインストラクター木崎舞子がお届けしました。チャンネル登録お願いします。